いいちゃんだ。髪型かっこいいっすね。いいちゃん、喋ってもらっていいかな。あ、いけました。いけてるよ。あ、よかったよかった。忙しいからな。はい、ヤマじゃないですか、忙しいの。いやいや、まあ、そう、いいちゃんはなんかいろいろイベントいっぱい行って多忙そうで。週末だけ俺は忙しいの。いいちゃん、それはパーマかけてんすか。これ、ちげいい感じっすね。みんなに言われるんだけどさ、いい感じに地毛が。そう、やっとやめたのよ、いろいろやるの。そうなんだ。そう。え、いいちゃん、結局何してんの。アンバサダー。アンバサダーではないんじゃないですか。なんかもう、何でもやしてます。イベントやって、スクールやって、アカデミー見て、もう、何でます。アカデミーも見てるんですよ。担当も。あ、木曜日は僕の担当なんですよ。ケヤマ、何歳今。34です。5の年です。ケヤマ、でもさ、今、いい順位いるじゃん。そうですね、この前、引き分けて5位ですかね、今。今年、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんなら入れ替え戦やってくれた方が楽しいし。やってる方辛いんすよ、あれ。そんなのは分かってるけどさ、うん、盛り上がってくれた方が。なかなかあんな入れ替え戦とかさ、味わうことないじゃん。独特。あ、やってないんだっけ、ヤマでは。やってなくて。でもあれは犬いわい。あたかし練習来てますよ。入団決定じゃないの、まだ。まだ練習生ですね。え、結構長くない？もう1ヶ月ぐらい経つんじゃないですかね。もう普通にいますね。それってどうなの？練習生として入ってきて、いつまでとかもないんだ。多分そのチーム決まるまでいろいろ話をして。なんかすごい不思議じゃない？だって1ヶ月いたらもうチームメイトじゃん。いや、もうほんと1週間ぐらいで馴染んでましたから、あいつ。ああ、まあでもそういう感じの選手だもんね。はい、はい、全然違う。うまいっすよ。だから楽しいっすね、一緒にやって。誰もなんかそういうの気にしないの？なんかいつまでインスカとかいじったりしないの？いや、俺も今日言いましたけど。まだいんの？結構みんなにいじられたりはしてますね。イーちゃんは何、今後どうしていきたいの？何それ、ずっとそのポジション？いやー、あと1年も経ったら旬が過ぎるんじゃないですか。1年も経たない間に過ぎるかもしれないですけど。まあ、なんで一応ライセンスは進めてるんで。何、まあ今年 B 取ればいいかなって感じです。木山は持ってないの？俺も B は取りました。現役の時 A は取れないもんな、なかなか。りょうくん言ってませんでした、 A。 JFL の時言った。持ってんすか、 A。 すごっ。そこだけは絶対誇られる。木山とか辞めて結局指導者行こうとしてる？僕は思ってます。イーちゃんはとりあえずって感じね。俺はとりあえずって感じですね。え、でも結局どうしていいか分かんないよね。いや、やりたいのは決まってますけど。発表してよ。何？ストライカーコーチみたいな感じで、うん、センターバック専門のコーチっていうのを目指したいなと思ってますけど。木山は？僕はでも育成やりたいんですよね。今の感じだと岡山に残れって言ってくれそうな感じなのか。いやいや、全然全然わかんないっす。山形と岡山、あ、でもこれ答えづらいの、やめよう、やめよう。やめてください。わかりましたけど。え、答えられない。いや、やめとこう。いや、ダメだろう、かわいそうだよ。いーちゃんはなんで松本戻ったの？まあ、いろんなタイミングっすね。何が選択肢にあったの？辞めるのは確定してたんで、自分の中で。まあ、ライセンス進めながら、結局、そのセンターバックのコーチになりたいのはほぼ決まっていたのもそうなんで、地元に戻って、それをやりながらいろいろ仕事するか、まあ、どっか探して、自分のつながりでやるか、それかもう、それか今の仕事に就くかの3択ですね。とりあえず、松本ってことね。そうですね、まあ、クラブ状況的にもちょっと力になりたいっていう気持ちもありましたし、まあ、向こうも、今のタイミングだったらっていう話もしてくれてましたし、まあ、話してた人いなくなっちゃったんですけどね。寝るよ、すいません。
呼んでくれた人がいなくなっちゃうと結構不安だよ。ああ、でも、そこら辺はちゃんとしてる人じゃないですか。まあ、ちゃんと筋は通してくれるんで、はい、ちゃんと引き継ぎだけはしてくれました。あ、ただ、1ヶ月ぐらい連絡取れ、あ、え、どうしたらいいのと思ってたけど、まあ、あの人だから大丈夫だと思ってたんで。いや、まあ、今年どんな感じ？雰囲気いいの？雰囲気はいい。まあでも、雰囲気良くても勝てるって、また、それまた別だもんな。まあ、確かに。岡山は割と、雰囲気はずっといいんですけど、また別です。なんで勝てねえんだろうって時とかもあるしな。はい。イーちゃん試合見に行ったりしてんの？山川の試合に帯同したりしてんの？アウェーは行けないっすね。ホームの時が一番忙しいですけど、サッカークリニック、ゲートでお出迎えする、で、お見送りする。イーちゃんがいたら笑っちゃうな、試合前に。意外とみんな、あれだから来てくれるから、俺のところに。でもこの間は、ハイマさんがいて、めちゃくちゃ喜んでましたね、みんな。ハイはもう怪我治ってんの？いや、ハイさんは治ってないです。9000人ぐらい入ったらしいですね。ああ、そうそうそう。1万目指したんだけどね、ちょっと行かなかったねっていう。J3 でそれはやばいっすよ。いや、だけどさ、1万7000とか入ってたやん。まあ、確かに。そう考えたら半分ぐらいっすかね。ちょっと俺もうスカスカだなって思う。まあ、J3 ってこういうことかっていう感じよね。で、多分、今日も本当、俺も帰ってきてめちゃくちゃ思うけど、今日も帰ってきたら、はい、多分、街歩くだけでちょっと違うなって思うと思う。へえ、変わってるんですね。そう、なんか昔の方がなんかマグネット貼ってる車多かったよなとか、ちょっと雰囲気違うなっていう感じ。人気が落ちてきてるってこと？人気が落ちてきてるって、まあ、ちょっとそのコロナで足が遠のいたっていうのももちろんありますし、声出せないっていうのもありますし、メディアへの露出度も多分 J3 ってことでちょっと落ちてるのかなっていうのはありますよ。岡山はそうですね、まあコロナで人は、観客は減りましたけど、でも今年は熱はありますね。そういう時に上がりたい。そうですね、本当そう思います、うん、一回も上がったことない。すげえ、上がったらめっちゃ盛り上がるじゃんね。いつまでやりたいとかある？なんとなく35までやりたいとは若い時から思ってたんですけど、もう今は1年1年先のことは考えられない。やめた後は特に別に何も本当に何もないかって。まあとりあえず免許だけ取っとこうみたいな。声かかんなかったら指導者もできないんで。あれ、岡山だけいたら声はかかってくれる。どうすかね。